全国目指し、児童が気力競う。天童市で全国小学生倉敷王将戦兼予選会。低学年と高学年の部に分かれ、予選リーグと決勝トーナメントを実施。次の一手を真剣に考え、盤上で火花を散らせた。閉会式で上位入賞者を表彰した。倉敷市大山名人記念館館長田村美濃。大道寺啓二さん左と高橋ひなたさんが全国への切符を手にした。